こんにちは、アキトです。過去問解説で2017年一橋大の第1問を見ていきたいと思います。問題はこちら。 A 大なりイコール1、 B 大なりイコール1、 A プラス B イコール9の時、次の最大値と最小値を求めよ。括弧1、ログ3定の A たすログ3定の B、 括弧2、ログ2定の A たすログ4定の B、 こういった問題となっております。今回は関数の最大最小に関する話で、ログというものが登場しているので対数関数の話であり、さらに変数が AB ということで2つ以上の変数が登場しているよと、1変数ではないので多変数に関するような、そんな話で、多変数の対数関数の最大最小に関する問題です。なので対数の処理、多変数の処理、順番に処理していけば OK です。どっちを先に処理していってもいいんですが、ここではまず対数の処理をして、その後多変数の処理をするよ、そういうふうな順序で進めていこうと思うんですが、じゃあまず対数の処理として、じゃあ括弧1番で考えているのはログ3定の A たすログ3定の B というもの。括弧1ではこんなものを考えるんですが、じゃあ対数の処理ステップ1。まず進数と定の条件の確認をするよと。進数条件、A が正で B が正ということなんですが、A、B ともに1以上というふうに言っているので、この条件考えてあげれば進数条件は満たされているよと。定の条件に関しても、この定に文字が含まれていたらしっかり確認しなければいけないんですが、まあ、今回3ということですので、ちゃんと定の条件満たしているよと。正の範囲で1ではない、まあ、3っていうものは正の範囲で1ではないので、これに関しても確認がおしまいです。まあ、すなわち追加条件とかそういったものを考える必要なく確認がおしまいで、じゃあ今度定の統一、この2つの定揃っていなければ統一してあげるんですが、今回は3、3ということで揃っているよと。まあ、すなわちステップ1特にやることはなく、じゃあ今度ステップ2に移っていこうと思うんですが、ステップ2で方針が分かれてくるんですけど、ワーサーのみで構成されている場合は1つの対数にまとめてあげるよと。で、対数同士の積や小を含む場合は、そこを塊として考えてあげる。まあ、つまり置き換えをして処理をしていくよということで、こんな感じで方針が分かれてくるんですが、今回はログ3定の A たすログ3定の B ということで、対数同士の積や小は含まれていない。ワーサーのみで構成されているので、じゃあ一つの対数にまとめてあげるよと。じゃあこのログ3定の A たすログ3定の B、一つの対数、ログ3定の何とかというふうにまとめてあげるんですが、これは対数法則から、中の部分掛け算というふうになるよと。ログ同士の和は中身の掛け算というふうになるので、ログ3定の AB、 こんな感じでまとめることができたよと。で、これで一つの対数にまとめてあげるよというような、そういったことをしてあげると、この中に注目して処理をすることができるよと。今回で言うと関数の最大最小なんですが、じゃあこの AB の最大最小の話で考えられるんじゃないかと。今回定が3というふうになっているので、このログという関数は単調増加ですよと。すなわち AB が大きければ大きいほど大きい値になるし、 AB が小さければ小さいほど小さい値になるよと。なのでこの AB が最大の瞬間と最小の瞬間を考えてあげれば OK です。じゃあ今 AB というようなこのログの中身に注目して、これの最大最小を考えていくんですが、今この条件のもと、今もうログというのは登場していないようなこの中だけを考えているんですが、まあ、これは普通に多変数の話ですよと。じゃあ多変数の最大最小において今回この条件があるんですが、基本処理とこれでうまくいかなければ特殊な処理ということで、いろんな方針が多変数にあるんですが、まず基本処理として等式条件がある場合は文字消去、ない場合は予選結晶法、これが基本的な方針で、この2つが困難な場合は逆増法というような、そんな手法もあります。この3つが基本処理というふうになってくるんですが、これではうまくいかないときには特殊な処理をしてあげて、例えば特殊な形に注目する、対称式とか交代式とか、他には同時式とか円の等式条件があるような場合だったりとか、まあ、いろんな特殊な形に注目してあげるか、まあ、もしくは不等式を利用してあげるよと。相加相乗平均の不等式とか、公式シュワルツの不等式とか、そういった不等式を利用してあげる。大きくこの基本処理と特殊な処理というふうに分かれてくるんですが、まずは基本処理を考えて、うまくいかなければ特殊な処理を考えてあげれば OK ですので、この基本処理を考えたいと思います。まず等式条件があるかないかというところで分かれてくるんですが、今回この A プラス B イコール9の時というふうに言っていて、これが等式の条件ですよと。こういう等式の条件があると文字消去することができるので、じゃあ1個の文字を消去したいと思います。まあ、今回どっちでも OK なんですが、例えば B イコール9マイナス A というふうに書けるので、じゃあ B の方を消去してあげて、 B イコール9マイナス A ですよと。今等式条件があるので、じゃあ文字消去してあげたよと。ここの B の部分文字消去してあげて、 A だけの式というふうにしてあげました。で、今この2次関数に関する話を考えていて、それの最大値最小値を調べていくので、まあ、二次関数の話なので平方完成をしていきましょう。マイナス A 次乗足す 9A というふうになり、すなわちマイナス A マイナス2分の9の次乗プラス4分の81ですよと。
横に A 軸というふうに取ってきてあげたときに0と9のところでぶつかってこの間の2分の9のところここを軸として左右対称なこんな上に凸の放物線、まあ、こんな感じになっているよと。あとはどの範囲を動くのかということなんですが他の条件もちゃんとあって A1 以上 B1 以上というふうに言っているよと。今回 A1 以上で B というものこっちに関してもしっかり 9-A というふうにして消去してあげるんですがこれ1以上ですよと。すなわち今回 A というものは1以上で 9-A が1以上すなわち A は8以下すなわち今回1以上8以下においてこの AB すなわちこの二次関数の最大値最小値を考えてあげれば OK ですよと。今回定義域は1以上8以下というようなこんな範囲でさらに0と9のところで0となるようなこんな対称2分の9のところで左右対称というふうになっているんですがじゃあこの1、8っていうのはこの0からちょうど1いった瞬間そして9から1戻ったこの8の瞬間ですのでここの高さは揃っています。でこのグラフ考えてあげるとこれどっちでもいいんですがここの部分が最小ですよと。で最大の瞬間っていうのはここの A イコール2分の9の瞬間ここが最大ですよということが分かりじゃあ最小値はどうなるのかというと例えば A イコール1というふうにしてあげると計算が楽そうなんですが 1×9-1 なので8と最小値が8で最大値がどうなっているのかというと A イコール2分の9の瞬間で頂点の4分の81ですよと。とりあえずこれが AB の最大値最小値ですよということなんですが今知りたかったのはここのログ3っていうの AB ということでしたのでここまで戻すのは忘れずにちゃんと調べてあげて今あくまでもこれログの中の最大値最小値ですのでじゃあ最小値に関してはログ3っていうの AB ここの部分8の瞬間が最小ということですのでこうですよと。8は2の3乗ですよとログ3っていうの2の3乗ですので3倍のログ3っていうの2これが最小値ですよというふうになり最大値の方はログ3定の4分の81とすなわちログ3定の2の次乗分の3の4乗ですよとこういうふうに書けるので対数法則から 4- ログ3定の2これ次乗というふうになっているので 4-2 倍のログ3定の2ということでこんな感じで最小値最大値を調べることができましたのでこれで括弧1番おしまいです。じゃあ今度は括弧2番見ていこうと思うんですが同様の流れで進めていこうと思います。じゃあログ2定の A たすログ4定の B 括弧2ではこんなものを考えますよということなんですがじゃあまず対数の方処理として進数条件同じく AB ということですので OK ですよと。で定の条件に関しても2、4ということですのでちゃんと定の条件満たされているよこれに関してはおしまいで今度は定の統一さっきは 3,3 で揃っていたんですが今度 2,4 ということで揃っていないのでじゃあこの2、4定を統一したいと思います。どっちでもいいんですが4っていうのは2の次乗ですので定を2というふうな感じで統一したいと思います。ログ2定の A たすこっちの方ログ2定の4分のログ2定の B と定の変換公式と呼ばれるようなそんなものを使ってあげるとこういうふうになりログ2定の4っていうものはこれは2分の1ですよとなので2分の1のログ2定の B ということでこんな感じで変形することができました。でこれで定が2、2というふうに揃ったのでここ B ですね揃えることができたのでこれでステップ1がおしまいです。じゃあ今度ステップ2ワーサーのみの場合なのか積書を含む場合なのかということなんですが今回対数同士の積の形は含まれていないよと。対数同士の和やさのみで構成されているのでじゃあ1つの対数にまとめてあげるよと。今回ここに2分の1というものがありますので、まあ、例えばここ2分のというふうな感じでまとめてあげると2倍のログ2定の A たすログ2定の B というふうになりじゃあこれでログ2定のここの部分まとめてあげると A 次乗 B というふうになるよと2が肩に乗って A 次乗でプラスというふうになるのでまとめてあげてワーサーのみの場合っていうのはこういうふうにまとめることができるので1つの対数にまとめてあげようねと。今の結果書いてあげると2分の1の結局ログ2定の A 次乗 B というふうなこういった形にすることができこれで一つの対数にまとめるよ。これがおしまいで、同様に、じゃあ今度 A 次乗 B、この中身の部分考えてあげれば OK です。今回この最大値と最小値を知りたいんですが、定2というものが1より大きいので、この対数関数は単調増加。じゃあ A 次乗 B が最大の瞬間と最小の瞬間調べてあげれば、それで求めたい最大値、最小値がわかるので、じゃあ A 次乗 B に注目してあげるよと。じゃあ A 次乗 B 注目してあげて、もう今度は対数ない形ですので、この多変数の方に行きましょう。で今回同じく等式条件があるよということで文字消去したいと思います。
同じく A 乗 B というふうな形ですので B を消去してあげると良さそうで A 次乗 Q-A と、まあ、B イコール Q-A というようなこういった簡単な形になるのでこういうふうになるよと、すなわちマイナス A 3乗足す QA 次乗と。で定義域に関しては先ほどと同じく、まあ、ここにも消去してあげて1以上8以下というふうになるのでこれを考えてあげれば OK です。じゃあここの部分 FA みたいな感じで置くことにすると今3次関数のこの最大最小を知りたいのでこの増減を知りたいよと、3次関数の値域を知りたいので微分して増減を把握していくよと、マイナス 3A 次乗足す 18A マイナス 3A でくくると A マイナス6というようなこういった形に因数分解することができるので、じゃあ増減表を書いてあげると1と8の間ですので0と6というのは境目なんですが、0っていうのは範囲外ですので1と8の間だと6というものがあるよと、ここの間の符号変化を調べていくんですが F'A と FA というふうにあり、今回この微分したものっていうものはこんな感じの上凸ですよと、最高次の係数マイナス3ですのでこういうふうになり、これ0、6というようなこういった状況ですよと。今定義域は1、8ですので1がこっちで8はさらにこの右の方にあるよと、8はこっちの方にあるのでこっちプラスでこっちマイナスですのでプラスからマイナスの方に変化していくよと、上がって下がってここは0ですよということで FA に関してはこんな増減だということが分かりました。あとは代入をしてあげると1代入するとここに代入すると計算楽そうなんですが1次乗かけ 9-1 ですのでここは8と、8代入してあげると 64×9-8 1ですので64と、6代入してあげるとここは 36×9-6 ですので 36×3、まあ、すなわち108ですよと、すなわち最大値と最小値これでわかるんですがここの 36×3 ここは最大ですよと、まあ、上がって下がっているよということですね。ここが最大、上がって下がっているのでこのどっちかの方、右端か左端、このうちの小さい方が最小になるんですが8と64比べてあげるとこっちの方が小さいよと、なので8が最小値というふうにわかりました。じゃああとはこれ代入してあげればおしまいで、よってじゃあ今回の最小値っていうものは2分の1のログ2定の8入れてあげるよと、8入れてあげて2分の1のログ2定の2の3乗と、すなわちここの部分は3という値ですのでこれが2分の3というふうに分かり、最大値の方に関してはこれを代入してあげるよと、2分の1のログ2定の 36×3 36×3 ですので 4×9×3 27、まあ、すなわち2の次乗かける3の3乗と 4×27 ということですのでこうなり、これをばらしてあげるとログ2定の2の次乗ですので2が出てくるよ、2で割っているので1プラスのここはログ2定の3を3倍するよと、2分の3倍のログ2定の3ですよということで、こんな感じで最大値を出すことができました。はい、ということで今回は2017年一橋大の第1問を見ていきましたが、一応対数関数と多変数関数の最大最小の融合問題であるとはいえ基本的な処理をやっていけばそれでおしまいというものですので、これに関してはあまり頭や時間を使うことなくサクッと取りたい、そんな印象の問題であります。今回はここら辺で、また見てください。バイバイ。